あれ、ゼロ線が、ゼロ線が見えんか。はーい、では、高一チャンネルでございます。いつもの神山過ぎてね、三重県なんですけど、これね左に、山岡屋ラーメン食べてね出発です。もう食い飽きたね。そろそろ別のところを見つけないと話題がないという非常に寂しいトラックドライバー高一チャンネルでございます。山岡屋ね、ここもうほんまトラックで止めて唯一のねラーメン屋、まあ他にもありますけどね、しょうもないね。ということで頑張らない、こんな感じでございます。でね、ご飯食べて、でも豊橋ですわ。ちょっとね面白いあれですね。でまあルート1号線豊橋、ここ注意してくださいねと、走るときはね右手にチンチン電車来ますんでね、くれぐれもチンチン電車には激突しないようにということでね、専用区分帯の信号ございますんでね、教習所に習った信号機をよく学んでおいてね、黄色の矢印だったかな、チンチン電車はね、これ来ますんでね、ここね、ここスピード結構出しよるんでね、注意ポイントですね。はい、これ右手豊橋のチンチン電車、路面電車ですね。広島にもあるんかな、あと富山の方にもあったかな。なんかね広島の方はもうね結構盛んに走ってますよね。というわけでね、こんな感じです。では私ね、トラック歴は20年以上あるんかな。で何回も言うけど、まあ保険屋ねやったりしてましたけどね、まあ人生さまざまな仕事がございますけどもね、トラックはね若いうちに経験してね、僕30までに、辞めてね、また大学とかね、どこ出たはんやったらね、リクルートしてね、またスーツでパッチ着てね、 IT やらそんないろんな仕事ねしてらっしゃる方いますんでね、こういう仕事は大変です。そんな静か、急に暗くなりました。はい、ではねもう2日目ね、向こう仕事終えてね、もう何にもないんでね、別にどこと言ってね、まあ私のやってる仕事は一発屋と言いましてね、まあ住所見て、まあたまに当たるとこもあるんですけどもね、ほんまたまにはね、もう4等車ちっちゃなってきたらね、もう一発屋と言ってね現場行ったりね、仕事は定まってません、行く場所はね。でまあ今日行ったとこなんかもね、名古屋の方で降ろしてね、もうこれ帰りなんですけどもね、で本日はねまた積んでね小牧の方同じ方向へ向かいますんでね、こんな感じで段取りを帰っとるわけでございますよね。で名神に帰るとね交通料金が高いんでね、こういった感じで、名阪国道を通ってね帰ってくるとね、節約になりますよね。確か半分ぐらいで帰れるんちゃうかな、まあ多少下は走らなあきませんけどもね、まあこんな感じで天理の下りのビューでございますよね。ここもよう事故ありますんでね、トラックの上の新人の方とかだったら注意して走りましょうねということで、で若い人に物申すちょっとね生意気なちょっとあれですけどもね、まあ、トラック乗るなら若いうちに乗れと。でね平ボディなんかはねあんま体力仕事じゃないんですけどもね、まあ体力いりますよやっぱりね、トラックやからね。で冷凍車、保冷車、雑貨品などはね体力いりますんでね、トラック乗られた方ベスト3の悩みがね50になってから公開するというね、エピソードもあるんです。私の友達も数々トラック乗ってましたけど若い時はね、今乗ってませんね。もうトラックのなんと自分で経営したりね、いろんなことをしておられますね。やっぱトラックってね食いつぶしできるんですよね。仕事辞めた時とかにトラックの運転になれたりね、そこが楽しいところですよね。ほんで辞めたなったら辞めれますしね、でまた免許証も取ったらどこでも行けますんでね、まあ大手はそういうわけにいけませんけどね、下請けさんなんかもそんな感じでね、運転なら取ったらまあどこでもね使ってくれると言ったら語弊がございますけどもね、まあ、こんな感じで免許あったら人手不足やったらね、こんな感じでずっと乗っていけます。
で、まあこんな感じでね、営業ナンバーのトラックいっぱい走ってますけどね、まあ、あの下請けとね、元請け業者とね、下請け業者がありますね。私での下請け業者でございますね。元請け業者っていうのはね、名前挙げて日通とかね、ヤマトとか、まあ、あの性能、それから福山とかね、トナミとか、まあ、三級倉庫とか、倉庫会社もあるんですよね。まあ、あれは路線雑貨便とね、また分かれるんですよ。トラックもいろんな種類ございますよね。路線雑貨便と、それから大手貨物倉庫便、ね、どっちがええかって教えちゃいましょうか。僕は就職すでもう一回トラックに乗り直すのはね、大手倉庫便の方がいいと思いますね。路線雑貨便はね、確かにめちゃめちゃでかいんですけどもね、小口周りが非常に多い。だからね、細かいのが嫌いな人は向かんかなね。だからまあこんな感じでね、私いろいろトラックの解説をしとるわけでございますよね。まあ本当にいろんな業種が、さまざまな引っ越し業者あるしね、まあ引っ越しや大手倉庫業者やで路線雑貨便、あとはもう重トレとかね、あんなはね、そんなにバタバタせんみたいですよ、聞いとったらね。やっぱり下道走らなあかんしね、走ったあかん時間あるしね、幅広トレーラーとかはね、まあいろんな経験しとくと、トラックもいろんなもの乗れるんやろうけどね、まだ危険物もございますしね。ガソリンタンクローリーなんかも結構運行管理厳しいみたいですよ。じゃあね、まあブツブツブツこんなトラックの解説をしながらね、提案を出しとるわけでございますよね。でね、いろんなね、YouTuber さん、TikTok やら、まあ、Twitter やらいろんな仕事ございますけどもね、こんなんもええやろうなと思ってね。でまあ大体決まったとこ止まるんですわ、トラックみたいなね。でも大体決まったもん食うてね、まあ、あんまこちょこちょこ行ったりね、狭いとこ入ったらケツ当てたりさ、怒られるしね。ね、だからね、もうケツ当てたりしたらね、もうチョップチョップですわ、ほんまね。気をつけて走りましょうねということでね、天竜下り込みですね、美しいですね。まあトラックドライバーするんやったらね、若いうちが一番です。一度経験して向かなければやめて、サラリーマンの方がいいです絶対ね。サブロック協定やらいろんな問題もございますしね、ね、よく2024年問題とかね、運行管理問題とかね、いろんなのございますしね、無茶すれ事故しますし、大変でございますよ。ではね、サラリーマンやったらかって言ったら、朝8時頃出勤してね、夕方5時に上がって、そこから残業して、まあ、7時ぐらい、上がって8時5時までやった人もおるんかな。まあそれでもまあはっきり言ったら申し訳ないですね。サラリーマンの方、サラリーマンですけどね、トラックもね、もっと超えますんでね、長距離ドライバーさんはね、何時間働くんやと、まあ、具体的に言うと8時から荷物を下ろしてね、でバーッとあと走らなあかんわけですよね。でまた昼間移動して、一般貨物の場合はね、積み先積んで、で夜中、まあ、2時か3時ごろ到着するわけですよね。で、まあ、5時間ぐらい、5、6時間寝て、でまあ、途中昼寝したら8時間ぐらい寝れますけどもね、その辺はうまいこと運行してください。ね、で、まあ、本当、60キロで走っていく人とね、70キロで走っていく、うまく走っていく人とね、差が出てきますんでね、その辺も本当、計算できる子やったら計算してますんでね。ね、ほんでそれをはるかに声で走っていくとね、またさらにストライクゾーンも増えてきますけどもね、まあそれがどういう評価なんかは謎なところが運送屋でございますよ ね、 ね、何もお食事しに行ってるわけではございませんのでね、その辺は明るくご了承くださいね。まあ、会社によっていろいろですんで、こんな話聞いてたら頭おかしい兄ちゃんが思われますけどね、あなたの頭に狙いを定めて、変なチョップとかね、ことわざも出てますしね、楽しく走っていきましょうね。おもろい漫才師も出ないかなとか言ってね、トラックの場合はね、トラック漫才師過労疲労とかね、ね、問題がね、面白いことも言ってますね。結構ね、デブも多いしね、ほんでシュガーも取るしね、結構。ということでね、楽しく走っていきましょう。はい、帰ってきましたね。こんな感じです。私はこうやって、一度風景を撮ります。
仕事3日目、関東帰ってきて、またそのままね、今日はあの小牧ですわ。でまあ下道でずっと行きよるんですけどね、今日はちょっと渋滞はまりましたね。トラックが真ん中に突き刺さってましたよというのがね、注意しましょう。ではね、名阪国道ね、結構スピード乗るんでね、事故多いんで ね、ヒヤッと僕も何回かしたことありますけどもね、怖いんでね、真ん中に突き刺さって、これようでもこっち側から突っ込まんかったね、真ん中に突き刺さるとだけですよね。さすがプロやね、みんな避けていきやよね。では本日4日目ですね。で小牧を下ろしてまた兵庫県帰ってきてね、そのがちで、山口県今度は周南に行きますね。本日はラッキーやったね、高そうなベアリングの、荷物やったね。まあいいけどね、まあスマ沖でございます。スマ沖じゃないわ、あの2号線スマ海岸付近ですね。ここからもずっと下ですわ。本日は高速台0円です。ゼロ円の旅ですよ。ではね、姫路西のパーキング丸亀製麺でおうどん食事して休憩してます。はい、ではね、もう広島だけでね、あともうちょっとしたら着きますね。もう岩国に入りますんでね、広島最終宮島サイドでございます。夜屋で真っ暗、結局トラック撮影できず。では、はい、ではね、日付は変わりまして周南ですね。周南の海岸、非常に工業団地が多いでございます。下は砂地だったね。釣れそうやねんけど、なんか入ってないよね。まあボートマリーナーと荷下ろし完了してね、間もなくまた大阪の方へ向かって、今日もね下道でゆっくり帰って明日夕積みして、また来週のお仕事に向かいたいと思います。でもあれやね、山口県言うたらなんかその海見てても波あらないしね、内海やしね、これね、下関とかあの辺のどういうんかな、峰とかあの辺の日本海側寄りとかね、結構波あらいとかあるけどね、やっぱり山口県の瀬戸の内寄りのところはまだ波薄いっすよね。広島のあの宮島も全然波ないしね、牡蠣養殖以下だからね、多数ありますけどもね、牡蠣でも食いたいなと思いながらね、水産会社も見とったけど牡蠣も売ってへんね最近ね、まあ、時間帯は悪いか分からんけど、まあそういうことで、初めて来たところですけどね、海が非常に綺麗でございましたね、景色でございますよね、路線屋なんかもあって、まあ、こんな県道なんですけどね、こんな感じでね、非常に綺麗なところもあります。よいしょ、じゃあここで、まずはね、水の中ですね、帰りオートスナックさん行かせてもらおうか、ゲームセンターの感じはあるのか、このあとの食事もね、しに行きたいと思います。
今はいい感じですね。廿日市入ってまいりましたけどね、通勤なしやね。クンちゃん御用達ついてね、明石西降りてまだ2号線入ったらね、あのちょうどねトラック止めれるコインダロンにあるんですよね。あの便利ですよここね、非常に良かったです、こんな感じでコインダロンで洗濯してね、1週間めんどくさいね、家帰ってね。またあの乾けへんでしょ、ほんであの夏焼いて、夏手前焼いてバカにしとってもね、たまにはこんなコインダロンにあるってね、ほっぴかぴかにしかえとかんとね、汗臭なるんでね。よかったね、ここの公園なんで。わしら野村クリニックとかいろんな呼ぶんやけどね、これ非常に良かったですよ。で、でも食ってきましたね。もう真っ暗結ですね、深夜です。このままね、明石でございますよね。この先、トンネルがあります。じゃあこれはい、ってなわけでね、もう2号線神戸入りましたね。頭もなくで車高着ですね、ちょっと用意済みして帰りますけどもね、また来週関東千葉向けて走っていきますんでね、また今週もありがとうございました。